皆さんこんにちは、真鍮太郎です。今回はこの簡単な真鍮バングの作り方について紹介していきたいと思います。ではまず今回真鍮バングルを作る上で必要なものを順番に説明していきたいと思います。まず最初は今回のバングルの素材となる真鍮の丸線です。今回はホームセンターなどにも置いてある2ミリ幅のワイヤー線を使っていきます。今回使う真鍮は C2700 という2種の真鍮線で、アクセサリー作りに優れているものになり、あらかじめ生紙加工をしている柔らかい素材になります。ホームセンターやネット通販などにもワイヤー線は売っているので、それを買えば問題ないと思います。次に必要なものは物差しとマジックです。これは手首を通すときに腕を通す幅の調整をするときに使用します。これはそこまで特別なものは必要なく、市販のものを揃えてもらえれば大丈夫です。次に必要なものは木槌とゴムハンマーです。これはバングルの形を形成するときに主に使います。真鍮や銅は強い衝撃を与えると硬くなる性質があるので、ある程度形やサイズが決まったら木槌とゴムハンマーどちらかで叩いてバングルの形を作っていきます。個人的には木槌の方をよく使うんですけど、マンションとかあまり音を立ててはいけない場所はゴムハンマーを選んだ方がいいです。というのも木槌は叩いた音とかが結構響くので、ゴムハンマーがいいかと思います。ちなみに木槌とゴムハンマーにはそこまで性能の差はないので、好きな方を選んでもらっても問題はないです。次に必要なものはこの大きな切断バサミのクリッパーです。今回クリッパーを使って真鍮線を切っていきますが、2ミリ幅ぐらいの真鍮線であれば市販のペンチでも切断できるので、ここまで大きなものを用意する必要はないと思います。自宅でアクセサリーを作る場合はペンチでほとんどこと足りると思うので、クリッパーは真鍮線が3ミリぐらいの幅になってきたら用意した方がいいかと個人的には思います。次に必要なものはバングルの形作りに必要不可欠な芯棒です。芯棒には大きく分けて2種類あるんですが、それがここにある丸型のものと楕円型のものです。今回はホームセンターなどで手軽に手に入る丸型のものを使っていこうと思います。丸型と楕円型どっちがいいかなんですけど、オーダーメイドとか手首にきっちりはまるものを作りたい際は楕円型の方が重宝します。逆にフリーサイズとか少しサイズ感の幅が広いものを作りたい場合は丸型の方が重宝すると思います。一応これも個人の感想です。次に必要なものはヤスリと電動ヤスリです。まずヤスリなんですけど、今回大きなものを使ってるんですが、ホームセンターに売っている手頃なサイズのもので大丈夫です。ヤスリは主にペンチなどで真鍮を切った時、切断面に出るバリを取るものなので使いやすいものなら大丈夫です。次に電動ヤスリなんですけど、これは今回なくても大丈夫です。電動ヤスリがあった方が作業がはかどるので使うんですけど、サンドペーパーなんかで代用できるので、初めはそれを使った方がいいかと思います。次に必要なものはコンパウンド材です。コンパウンド材は何かというと、最後の仕上げの際にバングルをきれいに研磨する磨き粉です。今回使うのはペースト状になっている真鍮銅専用のコンパウンドを使います。ペーストの中に研磨粒子が含まれており、それを真鍮につけジュエリークロスなどで磨くと本来のきれいな輝きを放ってくれるものになります。一応コンパウンド材は肌に触れるとかぶれたりするので、研磨した後は中性洗剤で洗うようにした方がいいです。最後にこれは研磨剤と呼ばれるものになります。今回は使わないんですが、鏡面磨きなどにより一層きれいに研磨したい場合はこれを電動ヤスリにつけて研磨します。今回は使わないのですが、あったら完成度が格段に違ってくるので、本格的にアクセサリー作りをする際はあった方がいいものになります。ではバングル作りに移ります。まずバングルの形を作っていきます。先ほど紹介した芯棒に真鍮線を巻きつけて形を作ります。ある程度形が整ったら程よい長さに切っていきます。形を取り終えたら木槌で叩いてコードを出していきます。今回は木槌で叩いていますが、音がかなり出るので、音を立てたくない方はゴムハンマーを使うことをお勧めします。叩いてある程度硬くなったら、次は手首を通すスリット幅を調整していきます。今回は一般的な3センチ幅にスリット幅を開けたいので、3センチ幅に真鍮線をカットしていきます。
この時物差しとマジックでスリット幅をマークし、ペンチまたはクリッパーで切断します。次に手首をはめる時、手首に傷がつかないようにバリなど尖った部分を削っていきます。まず大まかなところをヤスリで削り、この後電動ヤスリでさらに滑らかになるように削っていきます。今回は電動ヤスリを使っていますが、ホームセンターなどで売っているサンドペーパーなどでも滑らかに削れるので、最初のうちはそれを使うことをお勧めします。手で触って痛くなければ削り作業は完了です。最後にコンパウンド剤を使ってバングルをきれいにしていきます。今回使うのは真鍮と銅専用のもので、ネットショップなどでも買えるもので、そちらを購入するのを個人的にはお勧めします。ある程度きれいになったら研磨作業は完了です。今回は家で真鍮バングルを作る方法についてざっくりと説明する動画を作りました。他にもこの形とは違うバングルやアクセサリーなどを作る方法やノウハウなどをできる範囲で発信していこうと考えてますので、興味がある方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。皆さん、バイバイ。